そうですね、まあ、日本の音楽でには、まあ、あの普遍的な価値を持っているものがたくさんあると思うんです。ただまだまだあのそれが十分に知られていないと思います。アニメですね、まあ、アニメを見ながら、育っている子どもたちが大勢いるわけです。日本語で歌える子どもたちがいます。私のメインも日本語でアニメの曲歌ってますし、ですから、まあ、時間の問題だと思います。YOSHIKIさんもちろんすでにそれを実現されてます。まあ、私たちがもっともっとこうフュージョンという形で融合する、そういう時代が来ると思います。いい質問ですね。日本にいて日本でスターになると非常にあの居心地がいいんですね。音楽で言えば日本は世界第二の市場です。まあ、GDP では世界第三国になっていますが、日本で成功すればあえて海外に出る必要もないというぐらいの市場規模です。で、非常に居心地もいい。私はおかげさまで東京ドームですとか、まあ、20年前にはコンサートをするぐらい成功させていただきました。で、その後渡米しましたら一から始めました。一時期は本当に一から始めて困難な時期もありましたけれども、その価値はありました。日本は素晴らしいアーティストがいますけれども、ぜひその居心地のいい空間、コンフォートゾーンを超えてアジア、あるいはそれ以上の世界に出ていただいたらいいかと思います。ぜひあの世界を目指してください。1960年生まれです。その当時アーティストとして、まあ、踊ったダンスや歌や演技を身につけていた当時、身につける当時、なるべく精一杯頑張って最大限自分の能力を生かす、才能が少しでもあればその分野で精一杯頑張るというのがモットーでした。有名になるのはボーナスのようなもので、有名になるのははるか先の夢で、とにかく目の前にあることに最大限注力する。で、若いアーティストにそれを伝えたい。知名度を優先してしまいます。うまくいきません。かなりがっかりする局面もあると思いますので、結局はどのくらい頑張れるか、献身的になれるかだと思います。自分の16歳ですか、16歳のYOSHIKIに何を伝えるかですか。そうですね、まず3つありますね。16歳のYOSHIKIに伝えたいこと、ドラムの練習はかなりやってました。その後もずっと、実はそれで首の手術をしたぐらいで、人工のディスクが入っているぐらいです。頸椎の不具合がありまして、なので自分を大事にして家族との時間を大切にしてください。まあ、その頃にはドラムをやってた頃には父は亡くなっていましたけれども、母をもっと大事にしなさいとアドバイスしたいです。あとは英語を勉強しなさい。私が英語を勉強したのは、身につけたのはもっと年を重ねてからで、記者会見でこのように英語でやり取りできるようになるまで、何ようになったのも大人になってからです。ありがとうございました。ありがとうございます。大変印象に残ります。